小池TVの小池です。藤川です。今回はサッカー選手のソックス事情。一度あの YouTube ライブでソックス仲間に履いてるみたいな話した時に、結構気になるみたいな声がね、ありましたよね。あった。俺昔さ、なんかちょっと調べたことあって、J1、J2、J3 の知り合いにちょっと聞いて、5チームずつぐらいかな。なんか、どれぐらいの割合で5本指ソックス履いてるかみたいなのを、なんかそれメモに残ってたのよ、携帯の。でも多分、その時より、状況がだいぶ変わってる気がするわけ。めちゃくちゃ増えてんじゃないかなっていう。結構見ますもんね、5本指履いてる人はね。逆に履いてない人もいるだろうから、まあ、そこら辺、まあ、ちょっとベルディバージョンなんですけど、ベルディバージョンね、他のクラブはちょっと分かんないけど、まあ、どんな5本指履いてるのか、人気なのか、履いてないのか、メーカーなんか履いてるのかとか、そこら辺を、まあ、総数なんかもね、ちょっとグラフかな作んなきゃな、作っていこうかなと思うので、ね、これからちょっと日にね、選手回ってみたいと思うので、ぜひ見てください。ちょうど履いてくれてるんですけど、後期は5本指、5本指履いてます。で、タビオ、タビオです、僕は、はい、タビオさんの5本指結構多いですよね、タビオの履いてる選手。うん、水木は今話なんですけど、マジでこだわりないです。マジでこだわりないです。こだわりはもうない、何でもいいです。何でもこういう、これ何でもナイキとかで3足1000円とか、ちょっと厚めの、普通のあのソックスよりはちょっと厚めの。でも試合の時はグリップついてるやつもいいんで、俺もタビオとか、けど5本指は履かへんな。タビオでもグリップのついてる5本指じゃないやつ、5本指よりは普通の。グリップってこの滑り止めね、このこういう滑り止めがついてるもんね。ちょっと後期の足が触ってますけど、はい、ありがとうございますだから、5本指と、まあ、こだわりはなく5本指じゃない、普通のグリップ欲しい。でも、これ1枚は水着屋で、ね、試合は、まあ、緑じゃん、ここまで緑じゃんってなって、切って自分のやつ履いてるっていうスタイルでした。で、次の選手いきましょう。ありがとうございます。続いてこの2人、5本指ソックスね。で、自分は5本指タビオ、タビオ、それもずっとタビオ、ずっと、まあ、大学の途中ぐらいで、タビオさんの5本指です。多いですね、タビオ。多いね、はい、やっぱ5本指の選手が多い、ね、5本指の選手が多いです、ね。ここちょっとね、何かに聞いてベルディの統計みたいな、ね、傾向みたいなのをちょっと聞いていきたいなと思うんで、ソックス事情、はい、ありがとうございます。ありがとう。最後は5本指、いや、タビオの5本指じゃない、タビオさんの5本指じゃないです。ああ、5本指じゃないパターンでした。タビオで、タビオのですけど、5本指じゃなくて普通のノーマル。もう指が全く分かれてないやつ。そう、試合的に。そう、全部。あ、じゃあ試合的はあのソックスの緑のここまでを切って、で、それでやってる。タイマーは、タビオノーマルでした。ありがとうございます。これ今、2プレーの合間で、ね、めちゃくちゃ、うちの、あの女神が仕分けしてくれてるけど、ソックス事情、ソックス事情今、今日やってベルディのソックス事情調べてんだけど、5本指が多い感じですね、多そうな感じですよね、ね、この感じは。あとは、本人の好きな女神、ね、すいません、使わせていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じです。ウンドカ・ボニフェイス選手。僕はこのソックスでアレグリア、アレグリアさん初めてですね。うん、アレグリアさん履いてるの初めて。結構タビオとか、まあ本当に何もそこのメーカー気にしないとか、初めてアレグリア。そうですね、アレグリアさん。5本指は出してなくて。あ、そうなの。はい、なんかこれは薄いのと厚手の方を2つ出していて、僕は薄いのです。薄いのはなんかこの点々がついて、あ、1人は厚ではないんだ。分かるようになってんだね。そう、分かるよ。で、グリップっていうか滑り止めがついてるやつを好んで履いてると。じゃあ試合の時はソックス切って、あのここで切ってこれを履いて、下はこれを履いて1枚とか、1枚履き練習でもそうです。なるほど、そうしてます。ここには5本指じゃなくてノーマルのアレグリアさんの
グリップがついてるんですね、薄手のやつ、まあ、白、まあ、色はいろいろあるんですけど、やっぱ白で白がいい。初めて、あの色のこだわりが初めていただきました。確かにそういうことで足が長い。あ、なるほどね、足長効果。足長効果、そうですね、はい、それで膝まで上げるっていうのがボニースタイル、足は長い、ボニースタイル、ね、皆さん、あの試合の時見てください。足長スタイルでやります、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、あ、すごいな、タイラは、うん、僕はあの5本指のタビオという多いですね、タビオさん多いね、タビオ、うん、の5本指、5本指、5本指、はい、タイラは5本指のタビオで、うん、試合の時はもう一緒、一緒、練習も試合も、え、じゃあソックスの下の部分切って、で、で、はい、で下はソックスはタビオ、あ、のパターンでした。うーん、グリップがっていうか滑り止めついてるやつ、まあ割とやっぱこのタイプが多いですよね。多いね、確かに。もうだからソックス切ってるパターン多いですもんね、うん、タイラー5本指、タビオさんで、タビオさんでそれをそのまま切って、直スパイクの下はそのタビオのソックスということで、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きましてリヒトとマヒにもソックス事情を聞いていきましょう。聞いていきましょう、はい、2人はソックス、僕はタビオの5本指、5本指多いですね、やっぱり多いね、タビオさん、大体タビオでしかも5本指っていうのが多いです、うん、まあ、僕もタビオで普通のノーマルタイプ、ノーマルタイプ何人かもありましたけど、マヒはノーマルにしてんの、今まで別に指で若い頃ってきたわけじゃないから、そのままそこに分けたらよくあるかなと思って、こだわりがそこにあったわけじゃないからね、はい、試合の時は、ソックス切って、 そのタビオ、タビオ履いて下だけ切ったら、そう、ね、うん、割と多いタイプね、はい、大体そうじゃないですかね、やっぱ切って、あ、別にタビオさんが多いですね、確かに、はい、ありがとうございます。僕たちの、まあ、ソックス事情、はい、まあ、これまで他の選手もいろいろ待ってたけど、はい、やっぱいろんな選手がいましたね、うん、パターン的には、はい、だって5本指、うん、ノーマル、ノーマル、タビ、タビ、でも試合の時とか別に履かずに、あの、その緑のソックスのままとかっていう選手もいたんで、あ、どうも思うのいましたけど、まあでも5本指が多いんですかね、やっぱり。で、俺も珍しいタイプだそうですね、純喜君に言ってください。俺は、あの、この多分この、本当なんですか、5本指人気が始まるもう結構前から5本指入ってた、これユニクロの3足900、まあ、1000円ぐらいですよね。で、その、まあ、俺が珍しいのはその20、これを履いた上に緑のソックスを履いてる二重履きパターンはあんまりないと思うんだよね。まさかの恋かじがそうです。あ、そうかそうか、二重履きか。僕大学の時から2枚履きしてたんですよ、うん、スパイクを本当に履いてた、パツパツに履きたくて、俺もそれで2枚履きしてるんですけど、うん、大学の時はでもノーマルやったんですよ、中は、うん、けどプロになってどうせ履くなら5本指の方がいいなって思ったんで、2012年からもずっと5本指を履いてるんですけど、で当時は全然、ね、ね、いろんな、なんかなかったんで、うん、なんか陸上のソックスとかでしたんですけど、それこそユニクロの時もありましたし、うん、僕は今はもうタビオの、これ今長いんですけど、練習はまあこうやってやってるんですけど、試合の時はもうこのスニーカー、くるぶしだけのやつを履いてやってるんですけど、珍しいです、多分言われますもんね、なんか、なんか2枚ぐらい20枚ぐらいじゃないですかって、それ意味あるんですか5本指みたいに言われるんですけど、確かに意味はないのかもしれない正直ちゃんとなんかこう中で5本指の方がいいのかなって、後見だっけなんか言ってたけど、俺もなしで履いたこともあったんだけど、うん、結構指同士のすれでこのなんか向けちゃったりとかして、それで僕も5本指にしたんですよね。それあるよね、はい、これ履いてたら絶対その傷ないんですよね、うん、確かにこう守られるんですよ。だからギュッてやっぱなんていう 2枚履きしてるんで相当締め付けられるんで、うん、それが5本指だとあのその締め付けられても当たることもそうなんで、まあ、そうだね、確かに。だから5本指のさらに2枚履きっていう珍しいパターンの恋かじでした、うん、まあ、そのね、科学的にどうなるかみたいなところは分かんないけど、まあ、皆さんにとって、はい、あ、参考になるなってもしかしたらあるかもしれない。パツパツ履きたい人もいるでしょ。そうそうそう、俺らパツパツパターン、はい、参考にしてもらって、はい、こんな感じで楽しんでもらえれば。
思うので、また動画撮るんで見てください。バイバイ。